はい、ということで、どうもゆきです。で、今日は、あれだね。エイプリルフールなので、エイプリルフールネタと、あとは、家、買いました。あれね、ダイヤモンドランクの新しい家ね。届いたからこれも確認していこうか。UQ の天守閣。天守城だった。あれ？あ、やらかした。あれ？ちょ、待って。あ、全部やっちゃった。あ！やらかした。あ、全部、あ、全部やっちゃった。あー、やっちゃったぜ。うん、天守確認するよ。天守城。やっちゃった。これが嘘だったらどんなに良かったことが。いいよ、戦いました。これが、UQ の天守閣だねー。うわ、でかっ。何これ、天守閣じゃねえや、天守城な。うわ、え、待って、あ、池とかある。うわ、うわ、池とかあるんだ。えげつなくないこれ。うわ、すごっ。うわ、すごっ。あ、周りしっかりこうやって堀に囲まれてんだ。はあ、うわ、すげえ。え、ちょっと待って。まあ、いや、一旦、ちょっと外角から見てこう。はぁ、2階はこんな感じになってんだね。なるほどな。あ、こっから、敵に砲撃できんじゃない？あ、大砲とか落ちたいな。そしたら、大砲置いときたいな、ここ。うわ。あ、すげえ、渡り廊下みたいになってる。なんか、ぷくりぽ用じゃない？割と、この、高さ的に。あ、すげえな。うわ、まだ上に行ける。なにこれ、え？うわ、すごっ。あ、つく。あ、すげえ。あ、夜にするとここつくんだ。へえ。あ、面白いな。どんな感じ、ここの中。はあ、うわ、え、広、なにここ、広間じゃん。うわ、なんかさ、旅館じゃない。うわ、はあ、向こうまで広がって、うわ、2階もある。うわ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 、え、すげえ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 。へえ、うわ、えげつな。うわー、あ、影軸ある。なんかいじったらどっか隠し部屋とかないか。へえ、うわ、1階でこんな感じなん。2階は、あー、でも2階、あれ、2階って部屋あんまないのかな。いや、あるな。待って、こっから下見下ろせんじゃん。へえ、うわ、すげえな。なんか五右衛門思い出す、映画の五右衛門。うん、すげえな。うん、でまたさらにこっから上上がって、うん、上にもあるね、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 部屋あるね。え、すげえな。え、待って、部屋多くね、あれ、部屋多くね、これ。あ、で、そっか、こっから、うん、外出れんだね。はあ、え、待って、まだ上行けんじゃん。え、何階建てな、え、これ4階建て。あ、待って、外行ける。はあ、待って、うわ、あ、うわ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 、すげえ。うわ、一望できる。これ城下町作ろう。俺城下町作る。俺城下町作るわ。うわ、すげえすげえすげえ。うわ、全部見えんじゃん。うわ、なにこれ。えげつなくない。さあ、そしたら全部変えました。今の一瞬で全部変えてきましたね。で、その前によ、そういや、こんなあったなと。ちょっとやってみようか。ちょっとね、これ何が起きんの。あ、え、え、うわ、え、うわ、これすげえ最高すぎない。待って待って待って、うわうわうわ、え、え、嘘でしょ。え、え、待って待って待って、マジで、え、これ最高すぎない。え、え、え、待って、これ商品化してほしくない。え、猫ちゃんになっちゃった。これなんか仕草できたりする？あ、できないか、さすがにか。うわ、え、可愛すぎない？
どうも、僕、猫のヒエガです。よろしくお願いします。では、これから、おうち探検をしていこうぜ。にゃ。していくにゃ。行くぜにゃ。伸びをするにゃ。で、こちらが、1階ですにゃ。すごいにゃ。うわ、やばいな。いや、全部あの工場、秘密工場みたいなやつにしたんだけど、全然違うね。うわ、はぁ、酒だる。人間は酒ばっか飲んでる。ぐうたらな生き物にゃ。僕なんか肘こいてネズミ飼ったりしてるのにね、キルル。ほんと人間って、どうしようもない生き物にゃ。おお、広間。うわ、あーでもそうだね。あ、全然イメージ変わるな。はぁ、あーイメージ全然違う。なんか上になんか、あ、滑車みたいの吊るされてる。へえ。人間もよく考えるにゃ。これまたすごいにゃ。こっちの方に部屋があるにゃ。探検にゃ。はい、こっちもなんかある。あ、ある。なんだこりゃ、なんだこりゃ。あ、すげえ。へえ、酒ばっかじゃねえか。まったく人間ってのは酒ばっか飲む。どうしようもない生き物にゃ。塩化カルシウム入ってんのかな、あれ。塩化カルシウム入ってそうだけど。で、また酒にゃ。酒しか飲まないにゃ、人間。人間酒しかないにゃ。まったく、人間というのはどうしようもない生き物にゃ。外出たら、うわ、すげえいい景色、すごーにゃまったくすごい。あ、うわ、すげえ滑車がある。あれで降りてえな。降りてえにゃ。あれで降りてえにゃ。あれ、元に戻っちゃった。あれ嘘でしょ。あ、3分間なんこれ。3分間なんだ。はやー。え、ずっと使ってるよこれ。あ、白猫になった。うわ、みーちゃんじゃない。みーちゃんじゃん。うわ、ドラえもんの好きなみーちゃんじゃん。わわわわわわ。なんか水の音めっちゃしない？あ、めっちゃ水流れてるやん。うわ、すごっ。こりゃもうさ、猫になるしかねえよ他の猫ちゃんにもなれんのかな。あ、け、待って。あ、あ、かわいいえ、めちゃんこかわいくない？うわ、ちょっと待ってくれよ、待ってくれ。これはもう商品化するべきだよねえ。いや、これは買うしか、買うよ、俺買うもん。うわー、ワンちゃんかわいいうわ、いいな。で、ちょっと上上がってみようか。あー、花が、あ、ほんとになんかリゾートな感じすんな。うわ、すげえ。なんかブレワイのさ、ゲルドの町みたいな感じの水上から流れてんだ。すげえな。うわ、すげえな。うわ、おしゃれじゃん。うわ、すげえおしゃれじゃん。ここは、うわ、すげえ真っ白。すげえ真っ白。あ、で、あ、こういう小部屋あるのいいな。こういう風にいじくり倒せんじゃん。で、この上は、あー、なるほどね。広いお部屋になっておりまして、さらに上は、はー、まあシンプルだね。割とシンプルだな、この感じは。なるほど。まあシンプルだけど、いじりがいはあるという感じだね。はあ、あ、全然イメージ違うな。またまあビラはちょっとまた今度見るわいや、あっち変えちゃったからさ。まあちょっと待って。え、で、これさ、これだけかな。まあこれも最高なんだけど。うわ、かわいい、かわいいって。よし、じゃあそしたら吸ってみるか。ここでなんか起きるらしいんだよね。ん？何が出んだろう。普通の魚しかいない。なんだ？大物？え、待って、あ、大物、よし、なんだろう。え、100m？ よし、いいよ。おらや、て、え？へへ、お前テンション上げたのに疲れちゃってんじゃねえか。あらららら、じゃあ全力で引いてみよう。まだか。あ、ダメか、ダメか、ダメか。
何、なんか今血まなこになって水底を張ったって書いてるけど、何が釣れんのこれ。おっとガタラヌ主釣り上げたなにこれうわ、やった、待って、あだだだだだだ、うおちょっと待って、ようやくガラクタと出会えたと思ったらただのルアーじゃないですか。誰ですか、わしのガラクタ探しを邪魔するのは。あーと、なんでこんなとこいいの。一応お前神のお前一応神の器だからな、今後消えんなよ。うん、誰でしたっけあんた。もしあんたをこの湖に眠ってるというガラクタを探しに来たんですか。湖の主、まあ、全く知りませんね。何を隠そう、星屑の剣とかいう剣がこの湖に沈んでるという噂を聞きましてね。星屑は別に名前にクズとつくからにはこいつは相当な生クラに違いありませんよ。モキー、どんなガラクタなのか今から楽しみで楽しみで、ルアーも喉を取りませんよ。ルアーは喉を通すな。というわけでこれじゃあくれぐれもわしの邪魔しないでくださいよ。え、これまだ釣れる。そう言うと彼は再び湖に戻ってた。どうやらガタラの主とはダストンのことだったらしい。まあ、ガタラの主ではあるけど、もう一回釣れるかな。また釣れちゃった何回でも釣れちゃうね。キングサイズだって。サイズ100センチ、あ、まあ、100センチだったんだ。なんかめちゃんこ光ってない。何この漂うハートピンクの香り、なんだろうこれ。え、何、え、何、あ、てか俺サポート連れてこなかった。何が起きんの。え、なんだこれ。え、いらっしゃい、ここはパフパフ天国。疲れた紳士淑女を浄化して極楽へと導く快楽の殿堂だ。準備ができたら声をかけな。俺は常にスタンバイ OK だぜ。あ、出れた。え、待って、これ毎回買うの。あ、白夜。パフパフ天国へよくぞいらっしゃいました。ここはあまたの戦いで傷ついたあなたに束の間の安らぎをもたらす場所です。私の準備はとうにできています。あとはあなたの覚悟だけ。お心が決まり次第声をかけてくださいね。白鸚はまあいいのかなって一瞬思いかけたけど、でもさ、いろいろ疑われるかい、俺やめとくな。ちょっと求めてるものとなんかちょっと違うんだけどね。需要と供給がなんか間に合ってないというか。いや、よく来たね。ここはパフパフ天国だ。外の世界だったらどんな嫌なことも忘れられる場所さ。うわ、お前が言ってるとなんかちょっと。君がここで俺と出会うのは運命だった。準備ができたら俺に声をかけて、共に終わりのない夢の世界へ落ちていこう。いや、お前が言うと、一回だけ受けてみるか。俺の名はライト。ここで君を待っていた。俺のことを信じてくれるなら、極上の夢を見せてあげるよ。俺は感じるんだ。君の心の奥に潜んでいる獰猛な欲望を。それは今も解放を待ちわびている。さあ、俺の手を取って。あ、なんだここにあったんじゃ。そして本当の君を俺にだけ見せてくれないか。担当チェンジ。そうか、まだ君は自分を解放すること、うん、恐れているんだね。残念だが仕方がない。この中から好きな代役を。え、待って、え、アラクサンデルはもう論外でしょ。にゃんにゃ、え、待って、にゃんにゃ、にゃんにゃ、なんだ、なんだと、油林地、指名限定、え、
旦指名限定行ってみる。ライトは指名限定を呼びにどこかへ去っていった。いるじゃん。ご指名ありがとうございます。パフパフといえばご存知、私が参りました。でもそれだと私を求めてくださったあなたに極上の時間をお約束します。でもその前にね、部屋の明かり消してもいいでしょ。でもでも大丈夫だ、俺目閉じてるから、目閉じてるから多分大丈夫だ。はい素直ないい子。では消しますね。ワイヤレスコントローラーが充電してきたぜ。うわ、何が起きてしまった。では始めますね。うわ、ヒューガの体がだんだん暖かくなっていく怖がらなくても大丈夫。さあ力を抜いて私にすべて任せて。でもそれだといろいろまずいことが、やめてくれ、これ以上俺は。ヒューガはとても気持ちよくなった。お疲れ様でした喜んでいただけたようで嬉しいです。あら、何かおっしゃりたいようなお顔をなされていますね。なるほど、どうせスライムでも使ってパフパフしていたのだろうと。そうだったのかもしれませんね。それではまたのご指名お待ちしております。これは夢か幻か、私が何者かなんて、そんなことどうでもよいではありませんか。今ここであなたと私が二人きり、それだけで十分でしょう。ユーリンチーが来るの。ユーリンチー、ユーリンチー来た。ユーリン、ご指名いただきありがとうございます。私は癒しの天使ユーリンチ。あなたに選んでもらえるなんて夢のようです。でも俺いる。でもいる。でも。それでは早速始めましょう。このユーリンチ、張り切ってあなたにパフパフさせていただきます。パフパフはユーリンチのパフパフは違うよな。パフパフはそっちのパフパフじゃなくて、でもそっちのパフパフでもいいけど、でから、それでところで、この先は明かりを消す決まりなのですが、よろしいでしょうか。はいあなたのご協力に感謝します。では明かりを消しますね。はい、お手柔らかに頼みます。さあ始めましょう。目を閉じて、天井の楽園に導かれるがごとき、癒しに身を委ねてください。うわ、ヒューガの体がだんだん暖かくなっていく。あなたにそんなに緊張されると、私もちょっぴり恥ずかしいです。力を抜いてください。でもそんなことしたら、俺だっているし、いや、でも、それで、でも、だから、それで、ヒューガはとても気持ちよくなった。あれ？どうだ、坊主。わしのパフパフはいいだろう。Thank you.
どうだ、気持ちよかっただろう。まだ来いよ。あの、ユー・リンチーさん、ユー・リンチーさん、これは一体どういう。ついに指名限定の先輩から学んだパフパフをあなたに披露できる時が来たと思ったのに、残念です。指名限定の先輩から学んだよな。そうだってね。うわー、そうだってな。なんだっけ、なんで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 、うらー、チキちゃってね。